こんにちは、デリッシュキッチンです。洋風三色弁当を作ります。アスパラ2本は根元を切り落とし、根元から半分程度まで皮を剥きます。弁当箱の幅に合わせて切りましょう。ソーセージ4本は斜めに浅く切り込みを入れます。お茶碗1杯分のご飯に有塩バター 10g と醤油小さじ1を加えて切るように混ぜます。ご飯は温かいものを使いましょう。フライパンに有塩バター 10g を入れて熱し、アスパラと解凍したコーン大さじ3を入れて、アスパラに火が通るまで中火で炒めます。塩コショウ少々を振って混ぜ、取り出しましょう。同じフライパンにソーセージを入れて、焼き色がつくまで弱めの中火で炒めます。ケチャップ大さじ1を加えて全体に絡めましょう。バター醤油ご飯を弁当箱に詰め、コーンとソーセージ、アスパラを乗せて完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。